アルタモン、セルゲイエビチ・マトベーエフアルタモン、セルゲイエビチ・マトベーエフは、ロシア・ツァーリ国の政治家、外交官、セルゲイ・マトベーエフの息子として生まれ、早くから宮廷に入った。1671年までに、ツァーリのアレクセイと親しい間柄になり、アファナシー・オルディン・ラシ・チョウキンが引退するとアレクセイの主任顧問官になった。アレクセイは、繊細。 マリア・ミロスラフスカヤが死去した後、ナタリア・ナルイシキナと出会ったのが、マトベーエフの家であり、アレクセイは1671年1月21日に、ナタリアと再婚した。同年末に、お氷日に,に、昇進。1674年9月1日には、ボヤールに昇進した。以降、アレクセイの死去までマトベーエフは影響力を保ち、西洋の演劇などをロシアに導入した。 1676年に、アレクセイが死去すると、その息子ヒョードル三世が病弱だったためマトベエーフは、アレクセイのもう一人の息子、ピョートル・オツアーリを据えようと着想した。彼は、ワイロでストレリツの忠誠を買うと、ボヤールの会議で、ヒョードル三世の病気で統治が不可能と述べ、ピョートル・オツアーリにするよう求めた。しかし、反動的なボヤールはそのまま、ヒョードル三世の即位を認め、 マトベーエフはプストジェルスクに追放された。1682年4月27日にヒョードル3世が死去するとピョートルがピョートル1世として即位した。ピョートル1世の名前で発された最初のウかすはマトベーエフにモスクワに戻ってナタリーやナルイシキナの顧問になる命令であり、マトベーエフは直令に従い5月15日にモスクワに到着した。しかし、 反ピョートル派がストレリチの反乱を煽ったため、マトベーエフはストレリチの説得に向かい、一時は成功するように見えたが結局殺害された。ブリタニカ百科事典第十一版はマトベーエフをピョートル一世以前で最も偉大としている。癒しい羊だったが、同時代の多くのロシア人と比べて多くの新しい事物に触れ、作者としても一定の名声があったという。ありがとうございます。